毎ターン市川、田中義則です。今回はメディアパーク市川にある子ども図書館と絵本の特集をお送りします。番組後半では紙芝居の読み語りもありますので、どうぞお楽しみに。それでは市内の出来事を振り返るトピックスのコーナーからいきましょう。2月24日国分河野台地区の街角ミュージアム都市づくり懇談会が行われました。街角ミュージアム都市づくり事業は、地域の歴史や文化、自然を生かしながら文化都市市川にふさわしい街づくりを目指す取り組みです。市民参加で行われる懇談会は、平成16年から市川真間地区で始まり、これまで案内板や回遊マップ、地域のホームページなどを作ってきました。国分河野台地区は平成19年度から2ヶ月に1度のペースで開催しています。通常公演や座学など室内で行うことの多い懇談会ですが、この日は実際に国分や河野台の文化資産をめぐって地域の魅力を再発見してもらおうと街歩きが行われました。市川案内人の会のメンバーが案内役を務め、里見公園にある北原白秋の住居を移築した支援奏者や、河野台合戦にゆかりのある与那城石、また市の文化財にも指定されている辻切りなど、この地域ならではの文化資産が紹介されました。河野台はしょっちゅう来てるんですけども、近くにいろんな遺跡とかそういうのがありましてね、今日市川案内人の方のご説明を聞いて、改めて、あ、そうだったのかというようなことをね、知ることができました。本当にありがとうございました。来年度も国分河野台地区で懇談会を重ね、地域が主役の街角ミュージアム都市づくり事業を進めていきます。現在八幡5丁目にある水木亭では、水木亭春を誘うをテーマに特別展示などを行っています。水木亭は脚本家水木陽子が生前創作活動の場とした自宅で、没後は市川市に寄贈され、現在は市の管理で毎月第2第4土曜日曜日に一般公開しています。2月28日には関連イベントとして平成14年に設立された水木陽子市民サポーターの会によるサポータートーク、水木陽子と人形が行われました。水木亭の床の間には、水木陽子が生まれた1910年の翌年に初節句として飾られたと思われるひな人形が公開されています。また水木陽子の脚本作品に出演した関西を代表する女優宮古町長が水木亭を訪れた時に贈った博多人形や、戦前に流行した抱き人形と呼ばれる人形なども展示されています。サポータートークでは、水木陽子市民サポーターの会の会員がこれらの人形について細かく調べたことを公開で訪れた市民に紹介しました。一般公開水木亭春を誘うは3月14日と15日、28日と29日の土曜日、日曜日に行います。29日にはミニイベント春の芽吹きとして、自然観察指導員高野史郎さんによる庭の解説が午後2時から行われる予定です。2日、保健センターで親と子のためのメタボ予防講座が行われました。近年およそ10人に1人が肥満児であると言われています。食生活の偏りや運動不足などが原因として挙げられ、大人の生活習慣が子どもに影響しているとも考えられています。今回の講座は、家庭の普段の生活を見直すきっかけになればと保健センターが企画したもので、第1部の講義では子どもに良い食習慣とはをテーマに、聖徳大学准教授の辻博美さんがコマの絵柄で知られる食事バランスガイドの活用法や、親の食生活が子どもの食習慣のお手本になることなどを話しました。第1部では
別室で保育ボランティアによる保育が行われ、参加した皆さんは集中して講義を聞くことができたようです。第2部では幼稚園教諭の資格も持っているダンサーの大峰啓太さんを講師に迎え、体操やダンスが行われました。保育室で待っていた子どもたちもお母さんと一緒に運動を楽しみました。親子のスキンシップもあって、体を動かすことが楽しいと感じることのできる体操となったようです。子どもがすごく食事を食べすぎるので、ちょっと食事が心配だったので、先生のお話を聞けたらなと思って参加したんですけども、思った以上に講義の方も楽しかった、興味深い話題で、なんか体操の方がまあなんかやっぱり自分一人では家ではできないので、すごく良かったです。以上、トピックスのコーナーでした。森谷玲子です。ここはメディアパーク市川にある子ども図書館です。この子ども図書館には童話や絵本など幼児から小学生が楽しめる児童書が8万冊もあるんです。子どものための図書を集めた子ども図書館、ジャンルごとに分けられた絵本や児童書の本棚は子どもでも見やすいようにレイアウトされています。学校の勉強に役立つ本を集めたコーナーや、千葉県や市川市に関する書籍を集めたコーナー、また児童文学研究のコーナーなどもあって、大人から子どもまで楽しめる本がたくさんあります。フロアにあるテーブルや椅子も子どもの身長に合わせた作りになっているので、借りた本をここでゆっくり読むこともできます。こんにちは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 。お、今読み聞かせをされてるとこですね。はい、そうです。はい、普段こう読み聞かせというのはされたりしてます。はい、してます。家でもしてるし、上の子の小学校でしてます。はい。ちのちゃん、読んでもらってどうですか、お母さんに。大好きです。大好き。近くにも児童館の図書室があるんですが、やはりここは書籍もたくさんありますし、はい、子どもも大人も幅広く利用させていただけるので、はい、よく使わせていただいてます。はい。私の絵本の思い出はと言いますと、すごく心に残っていますのがこちらの一冊です。ちーちゃんの影送り、とても有名な本なのでご存知の方も多いかと思うんですが、これ空襲について書かれた絵本なんですよね。で、これは私は小学生の時に先生がみんなにクラスの中で読み聞かせをしてくれました。で、先生も泣きながらこの絵本を読んでくれて、子供ながらにその絵までは、ちょっと遠かったのでよく見えなかったんですけれども、すごく気になって、その後家に帰って両親に本を買ってもらいました。
これ中はですね、なんかこう鉛筆のスケッチで描いたようなこんな感じの絵なんですけれども、絵を見ながら本を読んでっていうのを繰り返していると本当に涙がポロポロ出てきて、戦争なんてその時知らなかったのにものすごく心に突き刺さった覚えがあります。皆さんは絵本にどんな思い出がありますか？そうですね、やっぱり母親に読んでもらって好きだったのは自分で一人でその後絵だけで見てたりしたのはありますけれども、気に入ってた本が2冊ぐらいあって、それはずっと親にも捨てないでって頼んでずっと取ってある本は未だにあります。だからやっぱりそうやって絵本と一緒に育ってきたような思い出があります。私の小さい時って本当貴重で絵本が少なくて、もう兄弟でね一冊買ったら5人みんなで読むんです。で大体もう絵本って見ればボロボロになってねなくなっちゃうんですけど、ただ一つね花の好きな牛ってフェルジナンドの話ってご存知の方があるかもしれないんで、それだけが外国の本のハードカバーだったんです。だからそれはもう本当に宝物みたいでしたね。真島節子さんの描く優しくユーモラスな絵本の数々、読んだことがあるという方も多いのではないでしょうか。2月14日絵本作家の真島節子さんが絵本にまつわる楽しいお話を聞かせてくれました。これは家庭と学校を結ぶ楽しい読書講座の一環として行われたもので、今年で30年目を迎えます。教育委員会とともにこの講座を主催している市川子どもの本の会は、市川に読書の輪を広げようと昭和54年に設立されました。会では市内の子ども館や公民館、保育園などで読み聞かせを行ったり、こうした講座を開催して子どもたちに楽しい読書の世界を紹介しています。この日の演題は絵本作りの楽しみ、子どもの頃の思い出や絵本との出会い、また絵本作りに寄せる思いなど、真島さんの温かい語りに参加した皆さんも笑顔で聞き入っていました。うちの子供がねこの本を話さなかったって、もう起きるとずっと持ってて話さなくてね、でこのペロペロかって舐めるところ来るとね、自分で本を舐めるもんだからここだけ開かないんですよっていうことだったのね。お話の雰囲気と絵本の雰囲気がなんか全く同じで、本当にお人柄が現れてるんだなって思いました。今日はとても楽しく久々にこうリラックスしていいひとときを過ごせました。ありがとうございました。絵本には絵本の良さがあって、やっぱりな言葉が短い言葉に作家の込められている思いっていうのが、やっぱり短い言葉の中にとてもあるんじゃないかなっていうことをこの頃感じますね。それからやっぱり絵というのも作家の絵を描く画家の方もやっぱり私たちが気づかないようないろんな思いを入れて描いているということがいろいろお話を聞くとよくわかるんですね。でやっぱりこの頃絵本って子どもだけじゃなくて、今柳田国夫さんが盛んに言ってますけれども、大人が読んでもとてもいい絵本がいっぱいあるんじゃないかというようなことをすごく感じます。が今日のようにとってもこうちっちゃい子向きのいい絵本もいっぱいあるし、それから中学生なんか向きのいい絵本もかなり出てきていると思うので、そういうのをだんだん手渡していって、それからこう大人こうハードカバーの大人の本に向かってつなげていければなってこの頃思ってます。小さな子って絵本を読んでもらうのが大好きですよね。私もそうでした。この図書館ではこちらで絵本の読み聞かせも行っているんです。子ども図書館では
年齢に合わせた読み聞かせをしています。こちらは毎週木曜日と第2土曜日に行っている4歳から小学生を対象にした絵本の会です。階段を降りて森の仲間たちが大勢集まってきました。ピーターはうーんと背伸びした。空、積み木のビルが出来上がり。子ども図書館の読み聞かせは3、4歳の親子を対象にした学校の会、4歳から小学生が対象のこちら絵本の会、そして5歳から小学生を対象にお話とストーリー性のある長い絵本の読み聞かせをするお話会があります。それぞれの開催日時はご覧の通りです。今日のお話はどうだった？とっても面白かったです。2つとも面白い。2つとも面白い。絵本の会のいいところってどんなとこかな？あのさ、上にお空があるから。あ、そっか、天井がお空になってるよね。やっぱああいうとこ気持ちいい？絵本の魅力ってこれだというのがありましたら。繰り返し何度でも自分の好きな時間にその話の世界に入っていけるということと、読めば読むほど新しい発見が何度でもあるというのが楽しみかなと思います。はい、そうですね。杉浦さんと大体同じなんですけど、一人で読むのも楽しいし、今日みたいにこう読み聞かせて、みんなで楽しむといういろんな楽しみ方がある、そこが魅力だと思います。絵本の会お話会は行徳図書館と新徳図書館でも行っています。また市内4カ所の小学校に設置されている市民図書室でも読み聞かせの会を開いていますので、ぜひお話を聞きに来てください。今後ですけれども、はい、どのような企画を予定されてますか？はい、3月18日の日に絵本の世界で遊ぼうというイベントを予定しております。はい、でこちらは絵本の中で描かれていることを実際に体験してもらおうというイベントになってまして、2年前から実施しております。はい、で今回は貼り絵の絵本を読んだ後に実際に紙をちぎって貼って貼り絵を作ってもらうというふうな予定でおります。時間の方が午後3時30分から、場所の方が、こちらにあります子ども図書館内の、くつろぎ広場の方で行う予定です。はい、こうして今絵本を見ても子どもの頃に感じたワクワク感とか楽しい感じ、そしてちょっと悲しくなった思いなども思い出します。皆さんもぜひたくさんの絵本に出会ってください。さて続いてはマイタウン市川がお届けします読み聞かせをご覧ください。東京下町大空襲と市川。太平洋戦争の終わりの頃、修造が中学3年生の時のことです。修造の一家は深川区木場に住んでいました。昭和20年3月10日午前0時8分、その夜は2、3日前に降った雪があちらこちらに残り、3月というのに震え上がるほどの冷たい北風が吹いていました。修造、起きろ、空襲だ。父の叫び声に修造は跳ね起き、弟と共に外に飛び出すと、辺りは昼のように明るく、人々の悲鳴と爆音で何が何だか分かりません。修造は弟の手を固く握り、父と母の姿を見失わないように夢中で追いかけました。ゴーゴー、 B-29300機が東京湾上から現れて、バラバラと雨のように焼夷弾を落としたのです。江東区、墨田区、台東区の下町全体を火の粉が包み込むのに、そう時間はかかりませんでした。道路は避難する人々でごった返しています。布団、
毛布などを頭からかぶり、荷物を背負い、幼い子供の手を引いている人や、第八車やリアカーに荷物を積んでいる人に、おい、荷物を捨てて早く逃げろ、消防署員が大声で怒鳴っています。手に持っていたものは熱風が襲ってくるとくるくる回りながら飛んで行き、幼い子供までつむじ風にさらわれてしまいました。この地域は長屋風の家がびっしりと軒を連ねていたので、強風にあおられ火はあっという間に燃え広がり、火の海地獄となりました。うううううううと消防自動車が火災現場へ到着しましたが、焼夷弾の集中攻撃を受けて200台の消防自動車が大きな火の渦に巻かれ燃えてしまいました。修造たちは暑さから逃れるため夢中で川岸に逃げました。川岸は行き場を失った大勢の人で埋め尽くされ、川の中には火のついた家具や荷物が浮かんでいます。いかだや材木に捕まっている人たちは、助けて、助けてと叫びながら、水の冷たさや水を含んだ衣服の重さに耐えきれず、次々沈んでいきました。避難場所となった学校の教室や講堂は人々でごった返しています。火は窓ガラスを一瞬にして溶かし、炎は室内へと入り込んできました。持っていた荷物や服に火がつき、子どもたちの暑いよ、暑いよ、泣き声や叫び声とともに天井が焼け落ち、そこにいたほとんどの人々が亡くなってしまいました。修造たちの体はぐしょ濡れで、寒さに震えながら朝を迎えました。すべてのものが焼けて、何もなくなった空き地はプスプスとくすぶり続けていました。東の空に真っ赤な太陽がものすごく大きく見えました。生きてる、助かったと思わず叫んで抱き合いました。至るところに焼死体が山積みになっています。赤ちゃんや子供をかばって焼かれたお母さんの姿も多く見られました。何もなくなった空き地から遠くに深川八幡神社の森が見えました。修造たち一家は船橋の兄の家を目指して千葉街道を歩いていきました。一緒に避難して歩く人々の服は焼け焦げてボロボロ、やけどを負っていたり骨折したりしています。誰一人一言も話をする元気もなく、ただ黙って歩いています。東京方面は火災の発生で空全体が真っ赤に燃えて、焼け跡の木材やトタンが市川まで飛んできたとのことです。土手から見ると何時間も亀戸や平井方面が燃えて、影絵のように東京駅がはっきり見えていたそうです。次の日に無数の避難者が千葉街道を長い長い列を作って市川方面へ向かって歩いていました。市川橋のたもとに検問所を設け、
避難者をママ小学校や市川小学校へ誘導しました。空腹と寒さに耐えながらやっとたどり着いた人々は、河野台の女生徒たちが配る食べ物を手にして、ようやくほっとしていました。地元の人たちも貴重な油などを提供したりして、やけどをしている人々を助けることができました。この大空襲の死者は約10万人と記録されています。江東区には荷馬車業の仕事のために馬も多く飼われていました。その馬たちも焼け死んだのです。これらの馬の霊を慰めようと馬頭観世音の碑が建てられました。また戦前から子どもたちを見守っていた六地蔵も、亡くなった子どもたちを忘れないようにと修復されて、今も子どもたちの成長と平和を見守って、江東区南砂町に慰霊碑とともに立っています。市川市の空襲は、昭和20年2月25日、初めての空襲があり、3月10日には中山地区や鬼鷹の山中アルミ工場、日本経理中山工場が空襲されました。市県民税所得税の申告が必要な皆さん、もう申告手続きは済みましたか？期限は3月16日までです。市県民税の申告会場は市役所本庁舎1階の多目的ホールと行徳支所の2階です。なお3月13日と16日は千葉県知事選挙の期日前投票のため、市役所本庁舎の会場は2階の納税課前に変わります。ご注意ください。所得税の確定申告などは市川税務署でお願いします。3月29日は千葉県知事選挙の投票日です。選挙公報は3月20日の朝刊に織り込まれるほか、市役所本庁舎をはじめとする市の各施設や市内各駅の広報スタンドにもありますので、ぜひご覧ください。期日前投票は13日から28日まで市内13カ所でできます。会場の地図は2月28日発行の広報市川に掲載しています。投票所に行くのが困難な場合は郵送で不在者投票もできます。申請方法など詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。3月15日日曜日、河野台陸上競技場で第2回市川市ラグビーフェスティバル with 久保田スピアーズを開催します。ラグビー体験やタグラグビーなど、日本トップクラスのラグビー選手と楽しい時間を過ごしませんか？当日は運動のできる服装でお越しください。詳しくはスポーツ推進課までお問い合わせください。これから行われるイベントのスケジュールです。次回3月14日からの放送は川の浄化への取り組みについて特集します。どうぞご覧ください。